皆さんは広い部屋の掃除苦労したことありませんか？ああ、よっこいしょ。オッケー。はい、というわけでどうも、カズチャンネルのカズでございます。ここがですね、あの自宅の1階部分ね、1階部分の、まあ、倉庫になるんですけども、とにかく広いっす。はい、面積で言うとね、どんぐらいかな。これの2階にロボット掃除機でやってる。広いところはね、やっぱロボット掃除機なんよ。うん、ほんでね、今ロボット掃除機が行けるところで掃除してもらって128ってなってるから、まあこまごましたもんないから、どうだろう、下手すると150近くあったりする。ないかな。いやでもあるかもしれないまあでもね、多分あの150近くあるかと思います、この1階部分のこの駐車場エリアというかね。ほんでね、まあね、何が言いたいのかというと、掃除が大変なのよ。むしろですね、あのまともに掃除は未だしたことない。全体的なやつね、部分的にほうきでね、こうやってさ集めてやることありますよ。これなんか集まってるでしょ、こうやって。でも本当にキリがない、本当にマジキリがない。ほんでまあ今こちらのルームはね、あのまあ趣味部屋というか、まあ木工作業など楽しくできたらいいなということで、今ね、あのエリちゃんのお父ちゃんがね使ってくださってる見て、エリちゃんのお父ちゃんがこんな感じでね作ってくれたのよ。わーじゃない、ちょっとじゃないの。すごいでしょ。この前ね、山で取った木を、あの武骨木っていうか、あのどんどん熱止めして、あの作った椅子なんだけども、すごいよね。こっちにある自動カンナで、あのちゃんと切り出してやってんのよ。ほんでね、まあもう一つの方法として、娘がね、こうやって自動化で掃除するって方法もあるんですけども、あまりにも大変でしょ、それは。というわけで本日ですね。あ、なに？はいはい、わかったよ。というわけで本日はですね、あるものを導入していました。本日導入いたしましたのが、じゃじゃじゃーん。はい、こちらでございます。もうほぼ業務用と言ってもいいかもしれない。これのね、なんかレビューとか見てみると、工場などで使ってますよ、など、砂ぼこりとか、まあそういったもので使ってる方が多いみたいでございます。とにかく、もう雑に使える。そして、ハイパワーというものでございますね。やばいぞ、今回。あー、ダメよ。痛い痛いってなっちゃう。はい、もう圧倒的力18V でございます。さあ、というわけで早速開けてみましょう。っていうかね、まず大きいのよ。まああのロボット掃除機ってね、まあ、基本的に大きいんだけども、あの中でもね大きいっていうか重たかった一体どんなもの。うわ、全然違う、見てこれ普通さ、もう径が3本、この3つぐらいだよね、ついてんの。さすがです。なんかいろんな長さのやつがね、ジュワジュワジュワっと交換でいっぱいついてますね、これ。1、2、3、4。さて、中身のブツはというと、まず説明書でしょう。そして何これ。まあ多分ね、 Wi-Fi 対応とかそういったものはねないと思うんだけど、リモコンです。またちょっとおいおい説明書読もうと思うんだけど、スタートストップ、ほんで1お知らせ。まあ多分その充電位置に戻るって機能は今回のやつないんです。あのマキタだからこそ、マキタのね、あのバッテリーを使うんですよねだから多分充電がなくなったらとか、多分一定の時間経ったら終わりますよっていうものだと思います。ほんでパターン、ランダム、吸引入り切り、音量入りとか、なんかいろいろありますね。まあ、とりあえず電池セットして、もうこれもね吸い取ってもらおうから。どんなもんかね、ちょっと見てもらおう。本当にまあ、賢く走るっていう最近の、まあ、トレンドに乗ったものではないと思うんですよね。もうね、もう強引な力でもうパワーでやっちゃうみたいなそういったやつです。はい、さあ、本で出てきました。なんだこれ、なんか銀紙のなんか養生テープみたいな出てきたし、え、嘘でしょ、ちょっと待って、あ、待って、これは思った以上だった。うわちょっと待って、え、わかるかな、このサイズ感いや、これは奥さんやばいですって、これはやばいですって。とりあえず同梱物以上ですね。これはやばいわ。ちょっとどうやばいのかというと、大きさはね、なんかいつもあるやつよりも一回り大きいかな、どうかなぐらいなんだけど、厚みがね2倍ぐらいはある2倍ぐらい。ちょっと持ってくんね、今ちょっと今ね、あの自宅のやつ持ってきた。うわっ、やっぱ一回り大きいわ、これ一回り以上、二回り大きいって感じがするな。大きいし、厚みも見ると分かるんだけど、2倍じゃ効かないぐらいすげえ大きい。だからこの倉庫で棚を組み立てるってなった時は、これの厚みを計算してやるといいね。20センチぐらいあるわ、これ高さで。うわ、すげえ。ちょっと待って、いろいろちょっと見ていこうかな。ここがね、多分ダストボックスになると思うんだけど、こうかな。
これだ圧倒的大容量、多分普通のやつの多分 2,3 倍あると思う。これ圧倒的大容量ですね、これ大きい。ちょっとね、今説明書だけちょっと読んでおきます。少々お待ちを。よし、大体承知した。さあでは、早速、いきますかね。うわ、裏はね、今までのロボット掃除機と、まあ、一緒ったら一緒だね。ほんで、これを取り付けろって書いてあるから、一旦ね、これだけちょっとつけていきます。なるほど。ほんでこちらですね、あの肝心の動作時間なんですけども、約200分200分全力でお掃除してくれるとのことでございます。ほんで、吸引力もこれ調べてみたんですけど、一般家庭の5倍ぐらいのね、吸引力があるとのことです。はい、こういうことね。ほんで皆さんもね、買うか買わないかな、うん、音もね、家庭用じゃないんだって。音量が家庭用じゃない音量するから、あの家庭では使わないでしょうというものみたいでございます。さあでは一応スタンバイこれでできたので、まあやってみようと思うんだけども、このね、付属されてたこの銀紙のやつが、もうこれ以上入らないでっていうテープらしい。ただね、レビューとか見てみると、これあんまりあの動かないこととかも多々あるみたいなので、あんま信じちゃダメみたいですね。さあそんで今このバッテリーをちょっと使わせてもらいますかね。よいしょ、おいしょ、おいしょと。これ使えるのは結構強みだよね。バッテリーの充電もまあ早いったら早いしさ。さあでは、ついた。ちょっと吸引力チェックとかやってみる。時間、ここタイマーもね、見てみると1時間、1.5 時間、2時間みたいなね、そういった感じのやつもあるみたい。まあ一旦2時間でやって、よし、これでやってみよう。なちょっと適度な、なんかもう段ボールくずでもなんでもね、もう結構吸い込んじゃうみたいなんだけど、見えるかな、ここ見えるかな、これいけるか、ちょっとやってみようか。あ、でもっとベベベとゴミ置いてみるわ。では参ります。今度いけるんかな。ん、いつ進むんだろうこれ。うおうおうおお、めっちゃ回転してるうるせえうるせえけどしっかり吸ってる。では結構ね、ここ砂ぼこりとかも、まあ、ちょこちょこ来てるんだけど、まあ、大量に吸わしちゃダメらしいんだけどさ、まあ、少量ぐらいだったらちょっと行ってみるね。うわ、イケメン、マジイケメン。あ、ほんでちゃんと壁に当たるときちゃんと止まるわ。あ、結構優しいんだわ。ほらセンサーも一応ついてるからさ、その壁に当たるときのなんかそこら辺優しく当たってくれる。体はごついけど意外と俺優しいよみたいなジャイアンタイプ、21世紀って感じのなんか動きするね。この奥までちゃんとやってくれるんかな。いける、君いける。あ、いけてるね。あ、いけてますわ。あ、すごいちゃんとね、ここのキワキワの部分、あ、やってる。ほら見て、キワの部分のここ、今ここ頑張ってくれてるよ。ほらやるじゃんお前。ちなみに、今回の、こちらですね、マキタだけでなく、あのシャープさんだって。シャープもロボット掃除機確かあったよね。シャープとの共同開発でできたやつみたいなんでございます。だからそこら辺の技術ね、ロボット掃除機の多少あるのかもしれませんね、そこら辺で。わあやるじゃん。ちょっと待って、他のテストもちょっとさせてくれ。うわ、これでもこれ無理だな。2センチあるわ。段差にはね、弱いって書いてあったから多分ダメだと思う。これダメでしょ。あ、ダメだな、やっぱ。なんか傾斜ちょっとつけてあげたい。うん、引っかかってる。お前ダメじゃん、引っかかってるじゃんお前。オッケー分かった、お前の弱点分かったわ。この段差ダメ、みんなも気をつけてね。じゃあここは閉じときます。よいしょ。さあというわけで、真面目にやっていこうと思うんだけど、今回モード切り替えね、この直進するのかジグザグ、あの障害物が多い時はジグザグがいいらしいんだけど、まあまあうちシンプルはシンプルだから、このね直線のやつでやっていこうと思います。さあ頑張っててくれ、この勢いで。まあ、これはねちょっと楽しみだわ、どうなるのか。
そんで他にもね書き込みで見たのが、こういったやつとかで、まあ普通の家庭ではやらないと思うんだけど、あの工場とか、まあ、上に乗ったちっちゃなねホコリとかをバーっともう風で飛ばしちゃって、ほんでしばらくしたら落ちるでしょそのホコリが。ほんであのマキタのねロボット掃除機で一気に吸い込んだりしてるっていう、日常的にそうやって使ってるっていう方もね、見受けられました。確かにそれはねいいかもしれないね。なちょっとねしばらく放置しておこうかと思いますので、どのぐらい取れるのか楽しみに待ちましょう。ではではまた後ほどお会いしましょう。あちなみにこんぐらいなんか蓋のキャップみたいなこういうのも吸い取れるんかな。ちょっとおいいける？あ無理かな無理かな、結構弾くね。パチ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 って、あ行ったかもしれん。あー弾かれちゃった。まあちょっとほったらかしてどうなってるか見ておきます。なんだかんだやってたら翌日になってしまいました。っていうかね、全然違う。最近結構ホコリが溜まってたっていうのもあってか、こうするとすげえジャリジャリしてたの、こうやってると。ジャリジャリ。それがね、全くないし、うわぁ、昨日の溝のやつも取っとけばよかったかな。結構この溝にもね、もう溜まりに溜まってたんだけども、それもなくなってしまった。ただね、細かいとこチェックしていくと、ほら、まだゴミが残ってたりとか、木片が残ってたりとか、ただ昨日のやつの動きを見てると、ブラシが結構強力で、周りに弾き飛ばしちゃう？そういったこともあるんかもしれないね。ただね、結構このキワキワの部分、そこら辺に関してはね、綺麗、どこも。だよね、結構端の汚れもね、しっかりと吸い出してくれていて、どこに行ったのかというと、じゃーじゃーんって言いました。ただね、これ近くで見ると分かるんだけど、分かるこの感じ、すごいね、かき出したよーっていう、なんかめちゃめちゃね、ほこりっぽい。見てこれ、いやすごいよねこれ。俺業務用ですよみたいな。昨日こんなにねホコリが乗ってることないから、ほんとこのブラシでね、もういろいろかき出した結果がこうなったんだと思います。いた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 、すごいなぁ。どうなってんだろうこれ。取ってみるね。うわっうわっ、こうやって、おー危ない危ない。見てこれ、木片やらカット板やら、いやめちゃめちゃ、あやべやべ、この隙間からめっちゃこぼれてきた。うわめちゃめちゃ取れてるこれ。いやこれすごいわ。多分ね、砂とかそこら辺もいっぱい取ってきてるし、あこれやべえな、こんなにいっぱいこの倉庫に散らばってたんだ。でこれが終わったらこのままゴミ袋にポイで、おおいっぱいこぼれ、いっぱいこぼれた。ちょっと周りに、さすがなんか業務用だからここら辺もなんか許されるみたいな。あ違う、上の箱もある。なんかびっくりした、こぼすとこやった。うわこんなになってんだ。うわほんとこういうことなのね。ババババ、ここら辺の雑さもまあザ業務用って感じで、1点言うと多分今ちょっと反対国家にしたのを聞いてると思うんだけど、めちゃめちゃ目詰まりしそうっていうのは。だから毎回ねちゃんと掃除機で吸ってあげるといいかもしれないね、吸引力維持のために。すげえわこれ、思った以上にも粉っぽい。めっちゃ取れましたわこれ。あよかった。はい、というわけで本日ですねこちら、うわお、いやマキタの業務用の、もう業務用って言っていいよね、業務用ロボット掃除機使ってみたんですけども、いかがだったでしょうか。いやもう圧倒的なパワーね、で圧倒的な面積をきれいにしてくれるということで、やっぱ場所によってはすげえいいんじゃないのかなと思います。まあこの時代だからこそ、やっぱ人件費って結構ね大変なのよね、ねお金がかかるんよ。でもこいつ一台いることで手を抜くことなく、結構こういった作業場でもガシガシ使えることをねできるかと思います。ただ水場とかね、そういったもダメだし、まあ今みたいな粉塵もね、粉塵直接ガーッと吸い過ぎもダメって書いてありますので、やっぱある程度はね粉塵用の掃除機とか、そちら使って、しっかりある程度はやってから、ほんで最後のとどめでこれを使うみたいな使い方がいいんじゃないのかなと思います。いやちょっと普通に粉塵用の掃除機も買わないといけないな。なんかおすすめあったらまた教えてください。というわけで本日はこんなところで、またお会いしましょう。バイバイ。